船橋の市議会議員の朝倉です。私は、これまで市議会の様子を、市民の皆様にお知らせする ことが役割だと思ってまして、その月に1回この勤労市民センターで、第1土曜日の、本日もそうですけど10時から12時まで議会報告会を開催してまいりました。でその議会の様子をお知らせするとともに、皆様にそのご意見をお聞きして、それを、市の担当課につないだり市議会で質問したりしてました。でその形が非常に定着してまいりまして、特に西部の跡地問題ということをきっかけに、毎回ここ の, 2月までは、大体10名から20名ほどの参加をいただいて開催してまいりました。ところがちょっと新型コロナウイルスという事態の中で、この、勤労市民センターも含めて閉館になりましたので、実は本日は、2月が最後だったでしょうから、5ヶ月ぶりの開催ということになります。で、まず最初に、船橋では船橋でいらっしゃるという話は聞いておりませんけど、日本全国とか世界で亡くなられた方にご冥福をお願いしたいと思います。で、この間 の, その5ヶ月分の動きをまず冒頭にお伝えして、それから皆さんのご意見とかをお聞きしたいと思います。で同様の生き方、生き道を議員が、間もなく来ると思いますので、まず私の方から報告したいと思います。で、皆さんもお分かりだと思うんですが、2月に日本全国の中で広がってきたという事態を受けて、2月27日に安倍首相が、学校休校要請ということをやりました。で3月の2日から学校が休校ということを2月28日の船橋市教育委員会が決定をし、で同時に大体他の公共施設、この機能市民センターも含めて閉じる形になりました。で船橋で感染者数なんですが、3月1日に第1号が発生いたしまして、それから3月中は、海外からの帰国者を中心に6例だったと思うんですが、で4月に入ってから4月から5月の11日まで120ぐらいの発生がありました。でここは毎日5人から7人ぐらいの発生が4月でありました。で4月に非常事態宣言があったんですね。でこの時に実は、国もその、非常事態宣言に伴ってさまざまな予算をつけた補正予算を、出してくるわけですが、それを受けて船橋もいろんな緊急対策をするんですね。でその船橋の予算が執行される時には基本的には市議会 の, 議論を経て議決を経るんです。で普通市議会の議論というのは定例会という3、6、9、12 の, 4回の議会の中では1ヶ月ぐらいかけてじっくり議論するわけですが、この事態の中で人が議会として人が集まるのもどうかという議論もありまして、結局専決処分というのをしているんですね。4月21日と4月28日に専決処分というのは地方自治法で決まって、議会を開けない事情があるときには市長がその予算を決定して、後で議会は自己承認でいいというその規定がありまして、この専決処分という形でやりました。でその専決処分でやったことの一例なんですが、今軽症者とか、無症状者の方がその、自分がその重い症状じゃないので、その方が広げてしまう可能性があるということで、軽症者無症状者のための、ホテルを確保したんですね。第一ホテルというところなんですが、でその予算などはこの専決処分の中で執行する形になりました。でそれで、5月になりまして、5月ちょっと書き忘れたんですが、非常事態宣言が解除されたこともありまして、5月は定例議会を実施しました。第2回定例会ということで、ちょっと感染者数の方なんですが、先ほど言ったように4月から5月の11日まで、120名ぐらいの発生があったんですが、5月の12日から6月の初まで、約何日か、20
通常開催というか、まあ、いろいろ配慮したんですね、あの議会としても。例えば席を半分にして、半分は、インターネットで見ているというような形を取りまして、いろんな配慮をしながら、まあで傍聴もあの基本的に受け付けないというのはちょっと特例措置を取りまして、やりまして、その中でさまざまな予算を決めていく形にいたしました。でその後なんですが、でこの議会の中でこの選決に関するあの質疑もしまして、まあ、議決もこれを自己承認するという形で議決もいたしました。で、そして6月になりますと、今学校が6月の、あの2日から再開をされまして、1日から再開されまして、公共施設も開く形になります。で公共施設が本格的に開いたのは6月の15日でありまして、6月の15日から開きました。でところが感染者数の方は6月の、何日かかな、あのここからちょっとまた散発的に発生するようになりまして、6月以降の感染者数が約20例という形になってきております。だから、まあ、ここの4月のあたり その発生数から比べると、1ヶ月あたり、まあ、5分の1ぐらいの、ペースになっているんですけど、まあ、今、昨日も4人の発生がありましたので、まだちょっと予断を許さない状況かなというふうに思っています。で7月が本日でありまして、これが全体の流れです。でその次に私自身の議会での質疑の中身をご報告させていただきますと、お手元にお配りしました、2つの資料が私の議会での報告のやつです。で1つがこの、この5月に発行しました、朝倉代理というやつですけど、この5月に発行しましたものですね。でこの朝倉代理の発行、これは私は、印刷をして、ポスティングや駅頭でお配りしてるんですけど、実はその、ポスティングとか駅頭という、まあ、議員としての市民の方々に広報する活動も非常事態宣言中はずっと自粛をしておりました。非常事態宣言が明けてようやく5月の下旬から、この、広告を巻き始めました。で、その中に書いてあるんですが、5月の29日の船橋市議会の質疑の中では、あの、社会的距離、人と人との間の距離なんですが、厚生労働省の中で2メートルとできるだけ2メートル、最低1メートルというふうに言ってみたり、同じ、厚生労働省の国立感染研では、1メートル以内15分以上を濃厚接触の基準としていたりするんですね。ただ社会的には2メートルと言われてたんです。で、この2メートルというのは実は本日もできるだけ距離を離していただいてるんですが、2メートルを厳格に守ろうとすると様々な社会活動ができなくなるんですね。ということで危惧もありまして、やはりいかがなもんかということを船橋市について聞いたところ、1.5メートル、ちょうど1メートルと2メートルの妥協点で 1.5 メートルということになりまして、1.5 メートルだとこう両手をこの手の中ではだいたい人の手の中では75センチから65センチですので、両手を開けてお互い触れ合わない範囲ということで、体育の時間とかに実際にお互い運動場に広がった時のあの時の感覚を思い出していただければ、1.5 メートルというのは実感できる範囲で、そして 1.5 メートルにすると例えば公共施設の利用定員も 1.5 メートル四方を、2.25 平方メートルで集会所の面積を割るので、これは各施設についてそれぞれ今2.25平方メートルで割り返して各部屋の利用定員を決めてるんですけど、元々の定員の大体6から7割ぐらいになってるという話です。そうすると6から7割ぐらいだったら許容範囲かなということで、1.5 メートル基準ということを確認させていただきました。それと、そこに書いてあるように、今考えられている治療薬の作用点ということも質問させていただいたんですけど、これは本日2時から3時、これについては詳しくお話ししますので、よかったら2時から3時も聞いてみてください。あとは学校休業中に子どもたちが全く家にいて、
校に行かない状態になりますので、まあ、勉強がいかがな遅れてしまうということで、私はまあ、教育委員会に、授業関係の動画を発信すべきだというふうに言ったんですね。で、教育委員会としても、まあ、計、休業期間中に、30本ぐらい出したみたいですね、まあ、20本から30本ぐらい出したみたいです。ただそれ全科目で20本から30本ですので、例えば数学について言うと1本だけでしたので、私はそれでは足りないと思って、まあ、自らも発信をしまして、まあ、中学の数学の休校部分については発信をさせていただきましたということですね。あと学校休業に関しては文教委員会の方でいろいろ話をしまして、まあ、マスク、学校再開にあたってマスクが必須だと言われたんですが、その6月の1日の時点では実はマスクに伴う熱中症対策については、あまり力点がなかったんですね。ということで、私はやっぱりマスクをつけ続けてるとその熱中症の危惧があることで、それをきちんとマスクは1時間とかそういうのを設けるべきだということを指摘させていただきまして、まあ、それはだんだん世の中的にもそういう空気になってきたので、まあ、今は、ある程度柔軟にできているという、ことです。それと、この6月の、議会が、6月の、まあ、に一旦閉じたんですけど、6月の25日から6月25日から30日まで臨時議会というのが開かれました。臨時議会、それは国が第二次補正予算というのを決めたんですね。国がで、その第二次補正予算に伴ってその、補填をする、それに、まあ、地に関わる部分を議決する議会を開きました。で、その中で、まあ、提案されたのがこの船橋緊急対策パッケージ第3弾というやつです。で、まあ、これがまだ広報にも正式に載ってない、まあ、ネット上には出てますけど、広報には正式に載ってない中身なので、一番直近の話ですので、もうちょっと詳しく説明させていただきますと、まず新型コロナウイルス患者を受け入れるための病床確保なんですが、船橋中央病院という感染症指定病院に4病床、その感染症対応の、病床がありまして、エコーとかも含めて完全対応できるところですけど、その他にこの、新型コロナウイルスの患者を受け入れるために市内全体で約80床を、協力7病院、まあ、中央病院も含む7病院で、80床を、この間4月5月は確保しました。ただ、まあ、先ほど言ったように若干落ち着いてきた状況があるので、若干減らすんですが、32床は維持続けるということです。やはり、これからまた増える可能性もないわけじゃないので、ある程度の数は確保すべきだということで32床を、維持するという形になりました。で、そうするとその病床を空けてるとその分、病院としては減収になるわけで、それを、まあ、国県も補填する予算を出したんですが、それでは不足するということで市も独自の予算を出しまして病床確保をいたしました。それからひとり親世帯、準養護保護世帯の臨時給付金で、ひとり親世帯の方は国の臨時補正の中にあったんですけど、それに当てはまらない、国には当てはまらないけれど市独自で準養護保護世帯への臨時特別交付金を給付するという予算です。それから学校給食制のスポットクーラーというのは、学校給食を、子どもたちが、休業3ヶ月休業しちゃったんで、今6月に再開して、まあ、結構頑張って勉強してるわけですけど、その普段だったら7月の下旬に夏休みに入るところを、ずっと7月の、31日ですかまでずっと授業をすると、そしてその後まあ、いろんな議論があった上で今は7月の18日に再開すると、で8月の18日に再開するで、8月の18日に再開するときに、8月に、午後授業まであって給食を出すということにしたんですね。8月の18日から、そうすると、その特に8月に給食を作るというのは非常に暑い季節ですので、給食調理員の方 その労働環境が、問題だということで、これ実はコロナの前から問題意識が教
育委員会の人としてあったそうなんですが、国の第二補正予算の中でその教育職員室でのスポーツクーラーについても補助が出るということが決定したこともありまして、これを決定いたしました。タクシーを活用した飲食店宅配支援というのは、まあ、飲食店がこの間まあ、当然自粛とかの中でお客さんが減っているわけですね。でその中で飲食店は協力頑張って、まあ、宅配というかそのお弁当などを作る、事業を展開しております。しかしその、なかなか外に出るのが大変な人もいますので、まあ、お弁当を買いに行けない人のためにタクシーを使って、注文ができる形にします。でというのはタクシー会社も、この間やはりすごい、お客さんが減ってるんですね。そうするとタクシー会社にとっても飲食店にとっても、まあ、両方、いいということで、このタクシーを活用した、まあ、飲食店の宅配を支援するということに形になります。で実はタクシーというのは法律で規制がありまして、人しか乗せちゃいけないというのが規制が基本的にあるんですね。物は乗せちゃいけないと、物流じゃないということで、ところがこれは国の方でタクシーについて特例的にこの間については人以外のものを乗せていいということが決まったこともありまして、まあタクシーを活用した飲食店宅配事業が始まります。それから持続化給付金です。定額給付金は船橋は、まあ、他の自治体に比べると比較的、まあ、皆さんも受け取ったことが分からないですけど、早く対応が、まあ、できている方だと思うんですが、持続化給付金というのは事業者に対する5割以上の減収があった事業者に対する100万円以上の支援ということに、まあ、なりますけど、これについて実は、前年同月比の5割以上じゃないと国の持続化給付金の対象にならないのを船橋市独自に2割から5割、ということにいたしまして、まあ、国の対象にならないところに対して市独自に、支援をするという形を取ります。あとテレワークを導入するために市内、中小企業者とかが機器を導入するときの補助もについても実施を、まあ、これも予算をつける形になりまして、まあ、そういう形を取りました。でそれで、まあ、それが議会の中での質疑の中で私が、まあ、特に強調したところです。であと実はここにちょっと項目として挙げてないんですけど、LINE を使った自殺予防の相談事業、心の相談事業というのを始めるんですね。これも補正予算の中で始めるんですけど、それに関連して実はこの間 LINE での小児科、産婦人科のオンライン相談というのが始まってまして、それが、経済産業省の事業として行われているんですが、8月末まで延長が決まりまして、まあ、これ市独自でもうちょっとこう定常化できないかということを提案をいたしました。で、私自身の、まあ 最後個人的な報告になりますが、私は、まあ、生物学を基本的に教えてきたということもありますし、まあ、医学系 の学生を教えてきたということもありまして、まあ、この4月5月の休校期間中、まあ、休業期間中というのは非常にこう、まあ、悩みながら活動した、まあ、これは議員一般がそうだと思うんですけど、ここにちょっと池澤道夫さんと共同した報告が書いてありますけど、特に非常事態宣言中の議会活動、非常に難しいものがありました。というのは市の担当課自身が密を避けるためにその職員をその配置する職員を減らしている、なおかつ密を避けるという意味と、もう一つは保健所に派遣職員を出すんですね。保健所の支援のために派遣職員を出すというので、各担当課は、絞った人数の中で仕事をしているということですね。で、その対応の中で例えば、まあ、市の、担当課が議員に対応するというのは、まあ、仕事の一つなんですが、それにあまり時間を取らせるのもその、まあ、市民との、の方々との対応で大変な担当部下に対して、まあ、過度に負担をかけるのも良くないということで、ただ市民の方々からいろいろ質問いただいたり要望いただいたりするのを
つなぐのも議員の仕事なので、まあ、1週間に 1,2 回、各担当課巡りをして15分ぐらいのあまり 長時間を取らせずに15分ぐらい、絞って要望を伝えるという形を取らせていただきました、ただその週 2,3 回あ 2回ぐらいの市役所の要請とそれからそのためにズーム会議、まあ、この中に参加いただいた方もいらっしゃるんですけど、ズーム会議をやったということ以外は在宅ということを余儀なくされたので、でここでも配るのもやめてた時期なんで、それでちょっといろいろ考えてナイチンゲールの本を、まあ、この間書かせていただいたのと、まあ、それからウイルス感染症対策関係では、まあ、私のまとめてきたことをできるだけ、YouTube で発信したり、まあ、このチラシの中に込めたりしまして、まあ、そういう形でその旧家在宅期間中の、在宅ワークはそんな形でしておりましたという形ですね。はい、それで、池田道夫さんが後でいらっしゃると思うんですが、とりあえず、まあ、私の報告はここまでということで、ちょっと質疑応答とかしたいと思うんですけど、ちょっとここで一旦 YouTube の発信はこれは止めますね。あれ止まってるのかな。あ、大丈夫だ。止まってないな。いや、これを止めればいいんだ。あれ4人見てらっしゃる。ありがとうございます。あれ止め方が